れ様でした。青木里奈です。彦丸ゆきです。月見さくらです。イエーイ、さくらが来たぞーさくらが来たぞー、来たぞー久しぶりの登場ですけれども、はい、今日はね、さくらちが以前から言っておられました、夢をね、叶えたいということでですね、キキオレンジジュースに挑戦。オレンジジュースも準備したんですけども、さくらっちも何か手元に持っていらっしゃいます。実は長崎に行ってまいりまして、よりよりです。でっかくない？よりよりがよりよりよりになってない？よりよりよりに、こんぐらいなんだよね、普通ね。じゃあこれもどうぞ。何ですかこれ？これはですね、ちよりと言いまして、ちっちゃいよりよりです。今回ね、大きいよりかわいい。ちょっと開けてみていい？開けてみよう。じゃん。ね、ビジュアルがすごい素敵。そう、長崎のメガネ橋だ。あ、そうな、ランタンの先のやつだね。あ、かわいい。なんていうのこれ？歯が折れるっていう。ちっちゃいよりより。ちよりこれです。DNA みたいな。本当だね。あ、さくらっちがこっから見てる。こちらお口直しに食べながら。そうです。一回私行ってみてもいい？声行ってほしい。ああ、いい匂いがするよ。それはね、よりよりですからね。ちより食べたい。食べちゃうね。あ、大きくて大味とかじゃないです。ちゃんとよりよりです。もう3週間ぐらい食べれますね。すげえね、ビジュアルすごい。いきましょうか。ちよりはどう？いただきます。あ、食べやすい。ちよりの方が硬そうな音してるのあれだよ。そうかもしんない。ちよりっていいですか？私は大より経験者なんで、全部持ってかれる。どうですか？歯応えがより良くなってる。ビスケットとクッキーみたいな。普通のよりより香ばしい感じがする。これをね、間に挟みながら。あ、そうね。ちょっと分かりづらいんで、今日準備したのはこちらなんですけど、全部 100% でございます。多分スイートオレンジ、温州みかん、ミニツメド、ドール、トロピカル。これはね、コンビニで大体売ってあるかなと思われる。まあ代表的なね。飲んだことあるのありますか？全部あります。よく飲むのはこれです。おお、これもお肌が荒れた時とかに気分的に、そうね、ビタミン C っていうのかなっていう感じで飲んでいきたいと思います。キキオレンジジューススタート。匂いは全部一緒ね、ほとんど。一個違うのあったら私見つけちゃった。一番からいきますか？よし。いただきます。いただきます。一番。ああ。美味しい美味しい美味しい。美味しい。2番。あ、違うもんだね。はいはい。うわー、はい。あれ？え、4番いきますよ。うわー、違う。4番。うわー、4番。急に甘い。よりより食べながらね、みんな考えて。よりよりが入ってる。オレンジジュース入ってきてるけど、片方でよりよりがいるからなんかあんまりわかんなかった。オレンジジュース楽しい。やべ、口がよりよりになった。思い出と答え合わせしてるの？思い出と答え合わせ。あ、そういうことね。あ、思い出ね。え、これ全く当たらん可能性あるし。あのね、1回目はなんとか分かったんよ、結構違いが。2周目全部一緒になってきた。よりより食べたから。あ、そうか。え、罠。やべ、分かんねえ、全部一緒になってきた。2と3一緒じゃん。2と3が似てる。似てるよね。1と4も系統一緒じゃない？あー、ちょっと甘みが強い感じ。なんかいるよね、オレンジ以外のやつが。いる。え、トロピカーナって甘かったっけ？チャンスチャレンジとしてさ、1個ついで色だけ見る。1個だけね。1個だけ。味は覚えてるから、もうこれはね、多分いける気がする。これ見れば、わかる。ね、これはだって、あ、これがこの味。味違うはずじゃん。みかん入ってるから。そうね。だから1と4が甘めって言ってたから、そう、これが、そう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 。まあ、じゃあこれにしよう。これにしよう。じゃあ、行きますよ。はい、じゃあ、行きますよ。はい。ちょっと。あ、明るい。お？なんかさ、でも、これさ、気づいたけどさ、継いで後のことじゃなくてさ、継ぐ瞬間で色が違うよね。光が当たった。そうね。だからこうやってこうしたらいいんか？いるこれ。この人いる？誰か、うちのやつに。あれ？います。あれ、わかんねえな。全部、コーンスープに見えてきた。じゃあ、ちょっとよりより食べるわ。そうですね。じゃあ、しおりちゃん食べよう。もうより食べたらわかんなくなる。そうやろ？もう、全然わかんない。なんだかんだよりにさ、お砂糖が入ってるからだろうね。そのお砂糖を利用して、もうね、酸っぱさとか。そうね。見えない部分をね。もうなんもわからん、これ。もうオレンジジュースって無意識に飲んでんだなって思わされる企画よ。だから全部うまいで。もう美味しいね。久しぶりオレンジジュース飲んだけど美味しいもん。カゴ一回も。で、こんだけさ、話し合ってんのにわかんないってやばいよね。罰ゲームを決めよう。オレンジジュースを作って持ってくるでしょ。一番間違えた人が手作りオレンジジュースを作ってくる。絞るやつあったかな。手で絞る。でもちゃんと手袋とかつけてね。ちゃんと手袋して、手袋の上から消毒してるよね。私ちょっと本当食べないから。いや、もう俺もこうし、最悪。じゃあ私からいきます。はい。1番がドール、2番がトロピカーナ、3番ミニッツメイド、4番スイートオレンジ温州。一瞬ここで落ち込もうとしたけど、これの答えはもうカレーと肉とそばしか知らない人の前で気にしなくていいんだ。ここがポイントだから。ここいきます。じゃあいきますよ。1番トロピカーナ。ああ、そうですか。2番ミニッツメイド、3番ドール、4番スイートオレンジの温州みかん。ああ、4番はそうですね。4番はもうね、名前に負けた。1番スイートオレンジ、2番ミニッツメイド、3番ドール、4番トロピカーナ。おお、まあまあちょっとね、なんか入れ替わりがね。俺1個も合ってないんだけど。で、だからやっぱ肉とそばとカレーしか知らない人はそうだね。そっか。やっぱこういう甘いものに疎すぎるんだって。そう。最初の直感を信じました。では答え合わせ。1番。スイートオレンジの温州みかん。来たぞ。マジで ?1 と4が甘かったもんな。続いていきます。終わった。2番ドール。うわー、これドールなんだ。ちょっと待って、ショックが多い。じゃあさ、もうやばいんじゃない？私ももうやばい。もうほら、だってやばいんじゃない？そうね、4つしかないからね。今何個間違い？2個間違い。これやばいよね。怖いよね。だから次が合ってないと俺は終わりだよね。いくよ。3番トロピカーナ。3番がトロピカーナなんだ。4番ミニッツメイド。怖っ。奥さんは？私は1問ゼロでした。桜地自信あったんですけど、桜地の持ち込み期間みたいなもんですかね。ゼロでした。めっちゃ悔しいやん。この低レベルの戦いで勝ったことも嬉しくないし、手作りのオレンジジュースを飲むのも別に嬉しくないし、一番飲みたくないと思ってるでしょ。そうだよ、だって手で絞られるじゃん。恐怖じゃん。生絞りやだよ。こっちでスイートオレンジ、こっちで温州みかんをギューってすれば、それ相模みかんよりは。相模みかんね。みんなほら、こういう仕事やってる人たちじゃん、何個か合わなきゃダメじゃん。美味しくオレンジジュース飲んでただけだって、水より分からんかったってことやからね。そうね。味ないから分かんないって前回言ってますから、ぜひ見ていただけ。味ないから分かんないって言ってた人たちが、味あっても分かんないからちょっとこれは本当にもう申し訳ねえよ。申し訳ない。だからこのシリーズってそれぞれ各フルーツ出してあるんで、次オレンジジュースじゃなくてリンゴジュースとか別のジュースでできるんじゃないかなと。リンゴ一応そうやね。勉強していきましょうか。そうね。今本当にゼロ知識できたんで、思い出だけで。事前にこのシリーズ来るよっていうのはみんな話し合って分かりました。もしかしてさ、別のジュースさ、オレンジジュース、ブドウジュース、リンゴジュースなんでしても分かんないじゃないですか。いや、分かるわ。オレンジジュース以外のことであれば私たちはしっかりとした舌を持っておりますので、お仕事の方お安心くださいませ。未関係のお仕事もお待ちしております。しかもね、ジュースがちょっとね、一種類のことをダメだっただけで収穫はできる。はい、美味しく食べれます。はい、というわけで、こんな私たちがやってるラジオを聞いてね。わからんかったな。めっちゃ面白くなかったね、これね、ウケるね。